どうも芸人小屋健太でございます。僕はですねこうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、つい先日の話なんですけど、石井町のケーブルテレビのとある番組に僕が出演させていただきまして、まあ、それが、石井町では流れたということなんですけど、ちょっと石井町だけで収めるもったいない、ちょっと全国の人に見せたいなというお願いをね、無理やりしてみたんですよ。ほんだら今回 YouTube に載せていいよということを言っていただきましたんで、今回はその石井のケーブルテレビのさっちゃんどこ一挙という番組に出させていただいた映像をそのままお見せしたいと思いますのでご覧ください。それではどうぞ。はい、2019年ももう12月ですよ、さっちゃん。そうなんよ、1年早いよな。ねえ、さっちゃん、最近なんか気になることとかありますか？めっちゃある。あるんですか？最近 YouTube 見るんやけど、はい、めっちゃ気になっとる人がおるんよ。気になる人、徳島の人なんですか？徳島の人。おで、背が180何歩かある。めっちゃ知っとるじゃないですか。うん、めっちゃ知っとるよ。めっちゃファンじゃないですか。めっちゃファンじゃん、実は、はい、ということで、今回は、はい、そのゲストをお呼びしています。まさかこの人が？うん、来るかも。どうも、よろしくお願いします。芸人の小屋健太と申します。芸人さんなんですね。はい、芸人でございます。よろしくお願いします。さっちゃんどこいっきょん、今回のゲストは芸人小屋健太さん。小屋さんは徳島市出身の29歳。吉本クリエイティブエージェンシー東京 NSC 卒業後、単独ライブやイベント MC などで活動。2018年に退社し、拠点を徳島へ。そして2019年の3月から YouTube チャンネル小屋健あわびよりで徳島の魅力を発信したり、テレビの MC、ラジオなどで活躍しています。いやいや、ちょっと待ってくださいよ。いろいろなんすか、身長が180何歩っていう情報だけで。あるでしょ、絶対。185あるんですよ。ほらほら、ばあちゃんがむちゃくちゃでかいんですよ。あ、そうなんですか。ばあちゃん何センチ？ばあちゃん178ぐらいあったんですよ。でかっ。60前にして30代に紛れたママさんバレーでエースやってたんですから。すごいすごいばあちゃんやったんですよ。すごい、アフロです、うん、余計でかいっていう。まあそんなばあちゃんの話でもいいんですよ。ほんまやね。まあまあ、ということで僕も初めてこのね、さっちゃんどこ一挙出させていただくんですけど、はい、私が今すごく気になっている人なんです。僕学生時代気になってるで呼び出しなんかもらったことないですよ。むっちゃ嬉しいわ。全部回収できたわ。嫌やった思い出。すいません、ありがたいんですけど、どこ行きょんということでね、はい、今日はどっか行くとこあるんですか？はい、今日はですね、私が小屋さんと行きたいあるところがあるので。あ、そうですか、うん、一緒に行ってくれますか？はいはい、うわ、むっちゃ誘われよ。うん、ほな行きましょう。行きましょう、はい、せーの。おいしょ。はい、来ましたね。ワープ、うん、チャリで5分ぐらいのところにワープです。めちゃめちゃいいですね。早かった、はい、しかし、うん、さっちゃんどこ一挙んですか、これは？今回はですね、はい、シュークリームの専門店三つ国堂さん。もうよくお尻でしょ。出た出た。いや、知ってますよ。小屋さんも多分行かれたと思うんですけど、はい、そう、自分の YouTube でね、ちょっと取材させていただいたんですけど、はい、私も YouTube 見たんですけど、はい、小屋さん店員さんになられとったね。そうなんです、普通にシュークリームを作らせてもらうという話が、あまりにもええ匂いでちょっと盗みを働いてしまうというね。そう、間が差しまくってしまって2個も盗んじゃってて申し訳ないということで。はい、ということでこちら、どつかれんからいけるかな。ちょっとほな行ってみましょう。三つ国堂さんですね、うん、行きましょう。過去のいたずらはさておき、最初に訪れたのはシュークリームの専門店、四季草加三つ国堂です。どうもいらっしゃいませ。あ、こんにちは。お久しぶりでございます。どうもこんにちは。いらっしゃいませ。お久しぶりでございます。もう僕はね、はい、この店長の飯島さんにはもう犬猿の仲と言われてるんです。犬猿の仲？僕がやってる YouTube の準レギュラーなんです。はい、僕が勝手に言ってるだけなんですけど、うん、もう好きすぎて、うんうん、なんかね、前取材させていただいた時に、
僕が黙ってねシュークリームを盗むという行為を働いてしまって働いてちゃんと犯罪をしたんですけど、それを言わんと動画載せてから知ったんですよ飯島さんが、はい、うん、それでも怒らんかったからこの人優しい、うん、もう準レギュラー昇格でございますありがとうございますあれ無理で、私も2年前に、はい、あのお世話になったんです。あ、そうなんですか。そうなんですよな、カメラマン。そうですね、ミトクイズとかしてね、ミトクイズみたいになったんですか。うん、もう動きまくってるじゃないですか特徴でやっとんな相変わらずということでいや、ほんでちょっと見てみましょう、新作がいっぱい。もうそう、ずっとこれ見たかったんですよ、喋らんと今回からね、新しいのも出してますんでね、はい、もうほんとね、毎回ね、違った種類のね、楽しめるようにしてます。ショーケースには人気ナンバーワンのミックスシュークリームをはじめ、チョコレートや季節のフルーツをトッピングしたシュークリームなど常時10種類以上並んでいます。めちゃくちゃ気になるんがあるんですけど、店長さん。はい。あら、その上目遣いは一つ味見させてもらってもいいですか。さっちゃん手組んで。え、さっちゃんのお願いですか。いや、はい、大丈夫、さっちゃんもう頭上げてください。え、僕ね、実は飯島さんに前ちょっと対決を挑んで買ってるんです、僕が。その商品としてシュークリームもらえるっていう権限あるんで、やった。今日はもうあの好きな僕から出せるっていう。え、ありがとうございます。もうすっかり忘れてましたけど僕こういうの忘れてないです。どういうの忘れてないんですね。もうそれ今日使わせていただきます。好きなのちょっといただきましょう、はい、なんか気になるのあれば。じゃーん、選んでありましたね、はい。僕がこれ、うん、フルーツシュークリームというやつですね、はい。私は、うん、チョコレートオレンジシュークリーム新発売です。最新作の、うん、いや、いいですね。ちょっとじゃあこれ食べさせてもらいますよ。はい、どうぞ。うまい、相変わらずめちゃめちゃ美味しいですありがとうございます。こんなええ人俺はどういう扱いしてるんでしょうね神神、うん、ちょっとフルーツのとこもかじらしてもらおう、うん、もうここガバッとガバッといって、いつかね、もうこれパイナップルとキウイ、うん、すごい入りました。うん、うん、めっちゃ美味しい。うん、さっちゃんこっちにしといた方が良かった。いやいや、多分こっちもすっごい美味しいと思う。あ、じゃあじゃあもうそれも行きましょう、せっかくやから。ではでは、いただきます。美味しい、うん、私はちょっと女子なんで一応、うん、クリームだけさっき味見してみます。なんすかその女子はクリームだけ食べるみたいなないでしょどうですか。うん、おいしい。クリームにも、はい、これオレンジが入ってるんですか。オレンジのピールが入ってるんでね。あ、これ風味がちゃうんじゃん、クリーム同士でも。オレンジの香り、全然違う、オレンジの香りがこう口の中に広がる。これまためっちゃおいしいうわ、おいしそうやね、うん、で、ここ何がすごいって、うん、あのコーヒーをね、こだわりのやつ、はいはい、飯島さん選び抜いたやつ無料で配ってるっていう、うん、めっちゃサービス精神ですよ。あ、すいません、すいません、こちら。あ、ごめんなさい、ちょっとこれシュークリームと相性いいからいただきます。うまい。これどこのあれですか。これはイタリアの豆を使ってるんでね、豆から引いてるんで香りがいいと思います。これ言うと買いに来た人もね、飲めるってことですね。そうですね、その、はい、包んでもらってる間とかにいっぱいいただけるんですよ。そうですね。小屋さんでもあれですね、さすがに三國堂さんのことよく知ってますね。いや、もうだから僕ほんま実家やと思ってるんで。さっちゃん、さっちゃん負けてますよ。三國堂情報やったら負けないですよ。ほんまやね。ねえ、そう、店長さんが茨城の出身やから、うん、水戸黄門、水戸三國ですよね。水戸三國ね、お店の名前の由来になってるという、うん、さっちゃんなんかないんですか。その通り。ちょっとなんか、じゃあこのお店情報で。このお店情報、店長の何歳でしょうか。あ、それ知らんかも。え、店長三択でお願いします。三択、もしかしたらあの当たったらもう一個くれるかもしれない。ああ、確かにね、うん、ショーケースごと全部今日奪うつもりでいきましょうか、はい、ちょっとじゃあいいっすか。お願いします。クイズ、年齢クイズで。年齢クイズ、わかりました。三択でお願いします。アバウトな形で、まあ、はい、3択でいきたいと思います。はい、まず1番目が、はい、10代優しいな問題の難易度まで優しいか。10代かもしれませんよ。まあ分かんないですけど、10代で店やってたらおもろすぎでしょ10代で2個目2つ目が、20代。20代あるある、ね、あ、ワンチャンありますよ、うん、で、3つ目が、40代です。こんな1と2を捨てに
ねえ 30入れろよ、答えるまでもなくもう一個もらいましょう。答えは、正解は、3です。もうためもせえへん、こうためりゃええのに。得気にならんクイズも久々でしたね。いやもういろんな情報がね、こうやって三國堂さんのありますから。そうなんですよ、ここに来てね、こうやって喋りながら食べるっていうのもいい、ね、座るとこありますからね、うん、乗ってきた店長からまさかの提案が。1年ぶりなんでね、うんうんうん、茨城県のね、はい、ご当地クイズもう一回行きたいと思います。まさかのいいほらクイズを、茨城県のご当地クイズ、はい、ご当地クイズお願いします。徳島県と、茨城県、県の面積が広いのは茨城県か、はい、徳島県か。え、茨城はね、僕2回ぐらい行ったことあるんですけど、一個が鬼のような台風で景色が10メーター以上向こう見えなかった。ほら見てないじゃないですか。もう一個水族館で魚見てたっていう。あれ土地の感じ覚えてないな。これもうさっちゃんにかけますよ、もう二択やから。じゃあ徳島で。徳島の方が広い。広い。どうだ。答えは茨城県の方が広いです。自慢やんけ、自慢やんけ、土地自慢やんけ、そんなもん。残念、ね、シュークリームがマイナス1になってしまいました、ね、マイナス1になりました。3分の1ぐらいね、徳島県の方が、あの、はい、茨城県の方がね、ちょっと広いんです。いや、シュークリームの知識ください。茨城の知識植え付けに来てるんですか。ここでね、これちょっともう1個もらいますね、うん、今の小屋さん買ったけど、はい、今のはもうちょっともう1個もらいます、はい、ちょっと見させていただきます。そうなんです。さあ小屋さん、どれにしますか、はいはい、どうしよう、なんかもうこの選べる余裕がええですよね、うん、もうどれでもええなと思うけど、私これしたらいいと思うんやけどね。何これ。ソーダシュークリーム。ソーダシューなんかあるんですか。そうなんです。すごい。ソーダってあの飲み物のソーダですか。飲み物のソーダですね、風味がありますね、うん、こんな攻めたことしとったら店おかしい流れになってくるんや。変な味の出す店みたいになりますよ。いやいやいや大丈夫。僕こんな パンプキンとかこれもなんか秋冬っぽいじゃないですか。そうやね、これが僕。え、いやいや、もう絶対これ。そうだ、もう絶対これ。おいしいんですかこれ。ちょっと勝負してみませんか、ソーダで。ほら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 、わかりました。じゃあソーダいただきましょうか。ほら、うん、これお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、ではいきます。すげーな、これも原宿挟んどうやないですか。すごいな。すごいね。これほん、いや僕はね、三國堂のシュークリームに関してはもう、うん、はい、まあまあ、ほんなら今と喋らせてくれよ。どうぞガブっていっていいですか。ガブっていってください。いただきます。はい。ん？どうですか？この。うわ、すげえ。すごい。あ、すごい。めっちゃソーダの味する。何これ？すごい香りがする。びっくりするぐらい美味しい。一口どうぞ。え、いいんですか？うん。なんかむつまじいな。もうさっちゃんの女要素全開の回やから今回。食べさせてもらって。いただきます。めっちゃ美味しいっすね、これ。うん。ね。うん。ソーダの風味っていうんですかね、ほんま。うんうんうん。え、もう。あ、すごい。こんなん繰り返したら、俺、最後の方で心で。なっちゃん。ココラスの回。ココラスの回って話だ。うん。なんか、カスタードも入ってるんですね。うん。どうですか？喋らして。喋るまいやさ。美味しい、うん、ソーダとクリームがこんなに合うなんて。そう、言うたら風味なんですね。そうですね、風味を味わってもらうためのシュークリームだから、はい、シュワシュワというよりソーダの味がして、ほんまに喋らせてくれるね。まあ、食べて、うん、みんな。まあ、このようにね、こちらで美味しいシュークリームが食べれるということなので、美味しい、うん、もう皆さんぜひ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 こちらに足を運んでください、うんうん、ね、店長さん、うん、はい、ぜひお待ちしております。はい、もうぜひぜひ。今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。また来ましょう。四季草加三國堂は石井町石井にあります。こちらのシュークリームはあっという間に売り切れる場合がありますので、午前中にお越しいただくのがおすすめです。シュークリーム専門店の三國堂です。当店ではサクサクのシュークリームを毎日作って、10種類以上のいろいろ味わえるシュークリームをご用意しております。皆様のご来店をお待ちしております。お待ちしてます。ぜひ来てください。
どうも芸人小屋健太でございます。僕はですねこうして徳島県のいろいろ YouTube に載せてるわけでございますが、お客さん来ましたね。お客さん来ましたんでね、ちょっと失礼します。わかります。最低。どうですか、めちゃめちゃうまい。出ました、うまい。今回のさっちゃんどこいっきょんはこれだけでは終わりませんよ。続いてやってきたのはナッシュカリーアメリカン。うまいと舌鼓を打つ小屋さん。うまいか。しかしだんだん額に汗が。ちょっと待ってこれマスター。気になる次回は来年1月8日と9日のホットスタジオ141で放送します。はい、ということでありがとうございました。さっちゃんどこ行っけ面白いんですよ。街ぶらロケってやっぱいいなと、思いました。ほんでね、今回最後の方でも言うてくれた通り前編でございます。なのでまた後半が放送された後に、こちらの方でも載せさせていただくことになっておりますので、お楽しみに。ということでありがとうございました。